こんにちは、スターリストのシです。今回の動画なんですが、緊急で回しています。先ほどちょうどユニコロのサイトを見ていたら、ユニクロ C がですね、メンズでも展開されるということを知りまして、まあ、急遽動画を撮ろうという形で、こちらの動画を回しています。ユニクロ C といえば、ウィメンズの展開がですね、ここ数年ありまして、僕自身もですね、メンズはないんですが、何点かですね、ウィメンズのものを購入したことがあるんですね。まあ、ユニコロの数あるコラボレーションの中でも、割とですね、デザイン的にもミニマルで、大人世代にも使いやすい ものが多い印象なので個人的には jw アンダーソンとのコラボとかよりは割とですねこのユニクロシーンのコラボ結構いいなと思ってたんですねただメンズはなかったのでそのあたりはいずれやってくれたらいいなと思っていたら今回ですねついにメンズも展開するということで非常に楽しみだなと思って今回の動画では取り上げてみたいなと思います2 0 2 0年9月6日金曜日からですね販売開始ということでもう本当にですね数日後にはこちらの商品手に取ることができるので非常に楽しみだなと思ってるんです ですねまあ、今回はその中で気になる商品をどんどん皆さんにご紹介をしていきたいなと思っていますのでよかったらですね今後のお買い物の一つの参考にしていただければなと思っていますこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本ですねなるべくわかりやすく解説していますのでよかったらチャンネル登録やグッドボタンの応募よろしくお願いしますそれでは早速いってみましょう はい、ということで、ここからですね、具体的に今季のユニクロ C メンズの中から特にですね、大人世代に似合いそうなものを皆さんにですね、ピックアップしてご紹介をしていきたいなと思います。まあ、全部解説してるとですね、結構どれも良かったので、かなり長尺になってしまうので、ある程度ですね、個人的に注目してるものにですね、限定して皆さんにお伝えをしていきたいなと思います。まあ、ちなみにユニクロ C のですね、説明に関しては今回割愛させていただきます。英国の著名デザイナーであるクレア・ワイト・ケラー氏によるですね、秋冬コレクションという 形でデザイン的にもミニマルで大人世代に似合いやすいものが非常に多いのがですねこちらのコラボレーションになってるのでまぜ、あ、ひ皆さんもですね楽しみにしていただきたいなと思うんですが早速具体的なアイテムに入っていきたいなと思いますまず一つ目皆さんにご紹介したいのがダブルフェイスコートですねこちらは無地のバージョンとあとはですね細かな柄が入っているパターン2つあるんですが今回はですね後者のこちらのですねブラウンの方を皆さんにですねご紹介したいなと思っています、まあ、デザイン自体はですねシンプルなステンカラーコート にに近いいような形にな形っててまし竹の長さなんですが、まあ、モデルさんが着てるのもあるとは思うんですがそんなに長すぎないんですね、まあ、昨今のコートって結構膝丈ぐらいまであるものが多かったんですが割とスッキリめの着丈だなという印象です個人的にはこれぐらいの方がですね着やすいんですね、まあ、今期のマッキントッシュのコートの中でもこれぐらいの丈感のものはありますが、まあ、普段サクッと着るにはロング丈のコートもこれぐらいが正直使い勝手がいいかなと思うので個人的には歓迎したいですね丈感かなと思っています デザインはオーソドックスで使いやすいんですが肩のラインは落ちていて今っぽいですねサイズ感になってるかなと思いますただすごくワイドに振ってるという感じではなくて程よいですね大人っぽい緩さが出るぐらいかなと思うのでこの辺りもバランスがいいんじゃないのかなと思います柔らかいブラウン配色でベージュとブラウンが混ざったような色合いに細かな柄が入っていてこの辺りもちょっと英国調で少し懐かしい感じと言いますかビンテージ感のあるお洋服の中にも見られるような柄でこれは結構大人世代にも親和性が高いんじゃないのかなと思っています 結構 GU のですねコートでもこのような柄のものって時々やったりするんですがより大人の男性にはまりやすいようなユニクロ C のですね生地感というのもすごく楽しみだなと思っています、まあ、ブラックだとかグレーとかのコートというのは結構通常のユニクロでもやってるんですが、まあ、せっかくユニクロ C ということで今回はこちらのですねダブルフェイスコートは僕はブラウンをですねちょっと狙ってみたいなと思ってるんですね素材に関してはポリエステルが67%とウールが33%入っていますので、まあ、チープな感じにはならないのかなと と思うんですねこれで12,900円っていうのは素材自体の原価が高騰している中では非常にコストパフォーマンスも高いかなと思うので非常に楽しみにしています、まあ、実物を見てみないと何ともわからないところではありますがダブルフェイスコートブラウンぜひ皆さんチェックしていただきたいなと思っています 続いて2点目僕がですね気になっているのがこちらですねフーデッドコート12,900円ということでこれも3色展開になっておりますがまあですねどの色も捨てのカラーがなくてですねかなり雰囲気いいなと思います個人的にはちょっとミリタリー感が強くなるんですがオリーブですねこれが気になりますねまあオリーブの中でも割と明るい感じではなくて結構深いオリーブなので割と品よくまとまるんじゃないのかなという期待を込めているんですねフード付きではあるんですが僕 僕はフードを取ってしまってスタンドカラーのようにして着るのがすごくバランスがいいかなと思いますでこちら中綿が入ってる形になってるので秋冬と言いますか冬でもこれ1枚でこせてしまうんじゃないのかなと思うんですね、まあ、昨今の日本の冬はそんなに寒くないのでダウンだとちょっと暑いかなと感じることもあるんですねなので個人的には丈が長くて中綿でこれぐらいが使い勝手が非常にいいんじゃないのかなと思っていますオリーブがちょっとミリタリー感強くてもうちょっとシャープに着たいなという方はやっぱりブラックですねこの 大人の男性にもバチッととりやすすいかなと思うんですねあえてモノトーンでブラックとホワイトとグレーだけで組んでもらってもすごくバランスがいいかなと思うのでこちらのモデルさんのルックもですね非常にバランスがいいかなと思うんですねいやーこれ見るとブラックが欲しくなったりするなぁとは思うんですが襟の部分にボリューム感があってしっかりとですね顔周りにボリューム感出せて小顔効果もあったりするのでこれはかっこいいんじゃないのかなと思いますまあユニクロ通常ラインにも似たようなコートありますがやっぱりですねよりミニマルなデザインでユニクロ C らしさというと これも出てるかなと思うのでこれは期待したいコートかなと思うのでぜひチェックをしていただきたいなと思っています個人的にはオリーブチェックをしておきたいなと思っております 続いて3点目にですね、注目しているのがこちらですね。リラックス V ネックセーターですね。価格は3990円ということで、ユニクロ価格で買いやすいというところで、これもですね、なかなかかっこいいなと思います。まあ、ニットのですね、首元の形状としては、やっぱりですね、丸組みだとか、モックネックだとか、このあたりがですね、最近は強かったんですが、まあ、それだけではなくて、V ネックというのもですね、昔からの定番としてありますよね。ただ、昔のようにですね、タイトな V ネックをこう 肌ののの上に着着ているよううな感じの着方というのはちょっと古い感じがするんですねですがこちらの V ネックに関してはサイズ感がまず緩めですね肩のラインも落ちていてリラックス感あるフィット感になっていて、まあ、V ネックの部分もですね程よく深いんですが、まあ、あくまで重ね着ですよねこちらの写真の中では白シャツと重ね着をしていますが T シャツだとかそういったもので重ね着をするのもバランスがいいかなと思います V ネックのですねネック部分もですねリブが結構太めになっているのでこの辺りもですね一つのアクセントとして効いてくるのでなかなかバランス がいいなと思いましたなんか久々に V ネック着るのもいいなと思わせてくれたようなそんなですねニットになってるんですがカラー展開は4色になっています個人的に着たいのはですねグレーかなこの色味がすごく都会的でシャープで品を感じるようなカラーかなと思うんですねまあ実際にサイトでも一番最初にグレーを持ってきてるのでこちらのカラーがイチオシかなと思うんですが大人世代にはバチッとハマりやすいかなと思いますまあブラック系のパンツ合わせたり白ティート合わせたりだとかシンプルにこうネットするだけで 品よくまとまるので、ま、ぜひ皆さんにはチェックをしていただきたいですね。あと意外とベージュも良さそうだなという気がしているので、これはですね、価格も結構お手頃なので、2色買ってもいいかなと思うぐらいですね、なかなかバランスがいいなと思ってます。まあ、僕自身もですね、丸首のニットを買うことが多かったんですが、ここ数年はですね、V ネックも少しずつ買い足してるんですね。襟元の雰囲気を変えるだけで、だいぶ見え方も変わってくるので、ま、ぜひ皆さんもですね、V ネックを1枚持っておくのもいいんじゃないのかなと思っております。素材はアクリル 見るととナイロンとウールですねこの辺りが混紡されてるんですが、ウールの割合はそんなに多くないんですが、しっかりと混紡されてるので、チープな雰囲気もならないと思いますし、この微光沢の雰囲気もまた上品で、なかなか大人世代にも似合うかなと思うので、ぜ、ま、ひ、あ、皆さんもですね、チェックをしていただきたいなと思っています。 はい、続いてはですね、シャツも良さそうなんですよね。ブロードオーバーサイズシャツですね。こちらはですね、カラー展開がホワイトとそしてグリーンとブルー3色になっていまして、個人的にはですね、52番のグリーンですね。これちょっと意外性のあるカラーですが、個人的にはこれをですね、もう夏の終わりにさらいとですね、T シャツの上に羽織りたいなという気分なので、すごく注目をしています、まあ。ユニクロの通常ラインのシャツって、サイズがですね、割と定番的なので、個人的にはもうちょっと とととゆとりりががあっったた方が嬉しいなと思すするんですね、まあ、その辺りはユニクロ U のシャツとかを選んだ方が今っぽい雰囲気が出やすいので個人的にはそれが好きだったりするんですけどもユニクロ C のこちらのシャツに関してもオーバーサイズと名前に入ってる通り最初からゆとり感があってこの辺りは1枚で着てもちゃんと様になるようなサイズ感になってるかなと思いますホワイトも爽やかでいいしブルーもですね青みが強くて割とですね爽やかな見え方してくれるかなと思うんですが個人的にはこの曖昧なグリーンですね、まあ、グリーンの中でも結構淡い感じ の色合いでなかなかですね似たような色のものって見つかりにくいなというぐらいですね割とですねセンスのいい繊細な色味だなと思っています本当に白 T の上に来て黒パンを合わせるぐらいのですねラフなスタイリングでもハマりやすそうなのでこれはすごくバランスがいいんじゃないのかなと思っていますまあユニクロ特有の細バンテのですね蝶々面を使っていて、まあ、すごくしなやかなです、ね、素材感も楽しめるというところでまあバランスもいいなと思いますねその部分にはスリットが入っているのでちょっとこうアウターっぽい見え方にもなるのでそのあたりも含めてこれからのですね秋の 季節に活躍してくれるような一枚かなと思いますもちろん秋とか春にですね活躍するアイテムでもありますし冬場ではあればコートの内側に着るのもバランスがいいのでこれもですね一枚持っておきたいアイテムかなと思いますぜひ皆さんもチェックしていただければなと思っています はい、続いて気になるのはこちらですね。スウェットオーバーサイズプルパーカーですね。3990円ということで、まあユニクロ U とかでもですね、こういったパーカーってやってると思うんですが、まあ結構ですね、長らく展開してるので、最近は買う機会が減っているんですね。で、しばらくぶりにですね、このユニクロ C のですね、オーバーサイズのパーカー見てるとですね、欲しくなってきましたね。かなりゆとりがあるので、今っぽいですね、リラックス感のあるようなシルエットになってるかなと思います。肩のラインもだいぶ落ちていますよ。 なので普段のサイズを選ぶだけでちゃんとですねトレンド感漂うような見た目になるので1着持っとくのもいいんじゃないのかなと思います、まあ、表面にはですねちょっとこう適度な張り感があったりだとか微光沢があって上品さも漂うんですねそのあたりも嬉しいポイントですでカラー展開4色なんですが僕が気になるのはダークブラウンですねこれがですねちょっと品があって秋冬らしいんですけどもなんかやぼったくならないようなカラーリングだなと思ってるんですねブラウン系でも明るいとちょっとおじさんっぽくなりがちなんですが これぐらい深いダークブラウンだと結構ですね大人世代にも似合いやすいのかなと思いますまあ見え方としてはちょっとワインレッドっぽくも見えるような深さがあるのでこれはちょっとこうブラックのパンツとかでシャープにまとめながら使ってみたいなという印象ですねまあ僕の場合は M サイズを選ぶか思い切ってワンサイズ上げてもっとゆったりめに切るか、まあ、そのあたりでもですねだいぶ雰囲気は出てくるかなと思うのでこちらのブラウンは注目をしていますぜひ皆さんもですね久々にパーカー着たいなワンマイルウェア的にパーカー着たいなという場合はこれすごく祝うです な雰囲気があるのでぜひチェックをしていただきたいなと思っています。 はい、続いてボトムスに行ってみたいなと思うんですが、ワイドパラシュートパンツ。これいくつかバリエーションあるんですが、デニムのですね、ダークグレーですね。これが個人的には欲しいなと思っています。価格が3990円ということで、まあ、驚きの価格ですね。これまたですね、シルエットとしてはパラシュートパンツということで、まあ、かなりゆとりがあるような設計になっています。あとはですね、裾もですね、絞れるような仕様になっているので、結構シルエットも変えながら楽しめるような、そんな一本に ななってるかなと思います腰の部分もですねちゃんとゴムになっているので結構僕もですねウエストのサイズが合わないボトムスが多かったりするんですが割とこうキュッとゴムの場合はですねウエストがしまうのでサイズもですね選びやすいなというところで個人的にも1本は欲しいなと思っていますどのカラーもいいんですが個人的には素材はデニムでダークグレーですねまあ、色ち感がですね強く出るようなものではなくて、まあ、深めのダークグレーで割とこう単色っぽく見えるのでデニムなんですけどもカジュアルに見え すすぎななないいような感覚かなと思います、まあ、素材もですねボリューム感のあるデザインなのでそんなに厚くしないようにバランスをとってありましてその辺りもすごくいいなと思っています、まあ、僕はユニクロのパラシュートパンツも結構好きでブラックを愛用してるんですがこのグレーにすることで上半身をブラックにした時にもモノトーンでまとまって全身が真っ黒にならないのでそういったこうブラックとの合わせなんかがすごくハマりがいいかなと思うんですね先ほどのフーデッドコートのですねブラックなんかとですね合わせてモノトーンでコーディネートするとすごくバランスよさそうだなと思うので これもすすごく欲しいいボトムスだなと思っていますデニムバージョンじゃなくてワイドパラシュートパンツをですね通常のオリーブなんかもすごくいい色でちょっとグレイッシュなオリーブでこの辺りも欲しくなってしまうので結構豊作ですねなんかハズレがどれもなないんんすようんなんか見ていて気分上がりまくるような商品が多いので結構ですね今回は採算してしまいそうな気配があるんですけどもワイドパラシュートパンツですね是非皆さんはどれが好きかも教えていただきたいなと思っています。 まあ、あとはですね、ワイドテーパードパンツとかスリムフィットジーンズもあるんですが、個人的にはワイドパラシュートパンツですね。この中で2本ぐらい欲しいなという印象でしたね。まあ、ぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思っております。 はい続い続て小物ですねこの辺りも結構どれも良くて困ったもんだなと思いますねその中でもまずはミニショルダーバッグですねこれがなかなか良さそうだなと思います、まあ、ショルダーバッグなんですがちょっと巾着っぽいですねこうキュッと締める感じも今っぽい雰囲気だなと思ってこれめちゃくちゃ人気が出そうな気配はしてますねなんかこうロング丈のコートとかそういったところに入れてあげて一つのアクセント代わりにもなるし使い勝手もいいというと これはですねお勧めしたいものかなと思います色はブラックかグレーですかねグレーの感じがチープに見えなければこっちがいいかなとは思ってるんですが個人的にすごくこれは気になっていますちなみにですね僕は最近同じようなものを買ってましてイーラというですねブランドのヘルメットバッグというものを購入しました結構近しいんですがこれ手持ちもできてショルダーにショルダーといいますか肩掛けもできるようなタイプなんですがサイズ的にも結構使い勝手が良くて着こなしの中でもちょっとしたアクセントに にもなってくれるんですね肩からかけてもいいし手持ちでサクッと持ってもなんとなく雰囲気が出るのでこの辺りのミリショルダーもかなりバランスよさそうですね価格も1990円ということで安いので、まあ、1個トライしてみるのもなかなかよさそうな気配がしています、まあ、荷物がめちゃくちゃ入るという形ではないんですがデザイン的にもちょっとしたアクセント代わりに体の一部に入れることもできてなおかつこれ夏場でもですね結構 T シャツ1枚のスタイルにもハマりやすいかなと思うのでこれは注目 のミニバッグにななってくるかなと思いますそしてもう一つバッグツーこの辺りもあのブランドのヘルメットバッグを放出させるようなデザインでこれまたかっこよさそうですねミニマルなデザインながらも今のトレンドをちゃんと汲み取ったようなデザインでこれもよさそうですよね3990円ただバッグの中でもメインとして持てるような大きさなので個人的にはこれぐらいのサイズ化のバッグはちょっと頑張ってでもいいものを持ちたいなと思うので、まあ、ちょっと 買わなないいかもしれないんですがこの価格でこのバランスというのはなかなか雰囲気良さそうだなとは思ってますねまあ色は三色展開なんですが個人的にはこれはブラックがいいんじゃないのかなと思っていますちょっと荷物多めに持ちたい方はこれもね合わせてチェックされるといいかなと思いますそしてマフラーですかねスフレチャンキーストールというものもですねかっこいいですねこの配色もですねどれもいいんですよねグレーがあってブラウンがあってそしてライトグレーがあるんですがまあライトグレーはちょっと ちょっと女性っぽいよううなな雰囲気かなと思うので個人的にはモノトーンのグレー系でこう配色されたこのグラデーションのカラーすごくかっこいいなと思います、まあ、男性でも女性でも使えそうな雰囲気でかなりですねボリューム感があるので写真の中でも軽くですね首に巻いてるだけなのでそういった使い方がいいなと思いますあんまり凝った巻き方しなくてもなんか首にこう垂れ下げるだけでも様になるようなそういった雰囲気のストールでこれもかっこいいなと思いましたね個人的にはライトグレーも いいけどブラウンとあとオリーブが混ざったこのですね配色もめちゃくちゃかっこいいなと思いますねちょっと渋みがあってコートの中にですね足してあげるとバランスがいいんじゃないのかなと思います2990円、まあ、名前にもある通りスフレということでユニクロの定番のあのニットですねスフレヤンのニットのようなちょっと柔らかみのあるような風合いになってくるかなと思うのでこれも1本持っておきたいなと思うような素晴らしいストールだなと思っています そして最後ご紹介したいのがスウェードコンビネーションスニーカーですね。これはオフホワイトとブラックの2色なんですが、どっちもめちゃくちゃいいですね。これを見るとですね、まあ、ちょっとジャーマントレーナーっぽくもありつつ、僕もですね、ちょっと私物で持っているですね、こちらを思い出すんですよね。よく履いている僕の中のお気に入りのシューズなんですが、メゾンマルジェラのですね、レトロランナーというシリーズになっていまして、結構雰囲気が近しいと思ったので、これ持ってきました。 まあ、ジャーンマントレーナーっぽいところもあるんですけどもスウェードとコンビネーションになっていて、まあ、アッパー部分は2色ですねホワイトベースとちょっとこうオフホワイトっぽいスウェード部分があってこのあたりの色合いの変化すごくですね柔らかくていいなと思いますねあとはソールに関しては薄いちょっとブラウンっていうところもちょっと共通していてすごくですねレトロ感もありつつでもですねクリーンな雰囲気も漂っていてめちゃくちゃいいんじゃないのかなと思ってます4990円かということでこれはですねすごい コスパが良さそうですねでブラックもかっこよくてオールブラックではなくてソール部分にホワイトだとかベージュブラウンのグラデーションが入ってたりだとかめちゃくちゃこれもかっこいいですね2色買ってもいいんじゃないのかなというぐらい最高の仕上がりなのでこの辺りも要チェックかなと思いますサイズもですねウィメンズからメンズまであって22.5から28までの展開なのでかなりありがたいですねサイズ展開かなと思いますまあ実物を見ながら選びたいなと思うんですが要チェック チェックのアイテムなのでぜひ皆さんもですねこちらも合わせてですね頭の片隅に置いていただければなと思っています はい。ということで、いかがでしたでしょうか今回の動画では9月6日金曜日より発売開始となるユニクロ C のですね、メンズライン。これ初となるものなんですが、その中で特に気になるものを皆さんにご紹介させていただきました。結果ですね、ほぼ全部気になるということで、こんなにですね、見ていてテンション上がるコレクションは結構ですね、久々だなという感覚ですね。まあ、今回初めてということもあって、よりこう鮮度高く見えるというところもあるかなとは思うんですが、どれも完成度が高いので、ぜ、ま、ひ、あ、皆さんもですね、 楽ししみにしていいいたただきたいコレクションかなと思いますユニクロ U もですね非常にいいんですがユニクロ C もですねこれは今後も長らく続けてもらいたいですね名コラボレーションかなと思いますちなみに今回はメンズに限ってご紹介しましたがウィメンズも良さそうですね例えばダブルフェイスラップコートだとかコットンオーバーサイズハーフコートですねこの2点に関しては僕は実物を見て良さそうだったら買いたいなと思いますまぁぜひ皆さんこの辺りもですね頭の片隅に置きながら見ていただくといいんじゃないかなと思います いいじゃなないいのかなと思いますあとはもう実際に発売日にいろいろ試着をしながら気に入ったものを購入して来た状態で皆さんに徹底レビューを改めてしてみたいなと思いますのでそちらの動画も併せて見ていただければなと思っていますまた皆さんの方でもですねこのアイテム気になるなというものあったらですねぜひコメント欄で教えてくださいまだまだ僕がですね見落としている魅力的な商品もあるかなと思うのでそのあたりも教えていただけると嬉しいです以上スタイリストのシュンでしたまた次回の動画もお楽しみに